おはようございます。久能です。今日は、HDMI スプリッターを購入したので、そちらの紹介をしていきたいと思います。多分 HDMI スプリッターと言われて、なんかよくわかんないっていう人もいるかもしれないんですけども、簡単に言うと、プレステ4とかの映像を2つに同時に出力してくれる機械ですね。多分配信者とかじゃないと使わないものだと思います。今日は開封じゃなくて、これもう何回も配信で使ってるので、とりあえず簡単に説明だけ中身をしていきたいと思います。中身はこんな感じです。これがスプリッター本体、電源、アダプターですね。説明書がついてる感じでしょうか。簡単に説明していくと、これが電源で、どちら面に3つの HDMI を挿すところがあって、ここにプレステ4からの、ケーブルを挿して、で2つ同時に出力できるようになるというものです。僕スプリッターは持ってたんですけども、プレステ4の 4K 出力対応のモニターにしたんですけども、このスプリッター 4K 対応してないんで、 4K 対応してないんです。なので、これを通すと 1080p で出力されてしまいます。これ、そのモニターを変えたことによって、いろいろ買い替えなきゃいけなくなってしまいました。まずスプリッターをこれ、1080p のものから 4K 対応のものに変えなくちゃならなくなって、こちらは HDMI セレクターって言って切り替え機ですね。プレステ3とか Wii とかプレステ4をつないで、ボタンを押すごとにその出力を切り替えてくれるものなんですけども、これも 4K に対応してないので、これも買い替えることになりました。新しいやつ、ちょっと画像で出しています。こちらに切り替えました。そして一番でかく切り替えなくならなくなったものがキャプチャーボードです。今までモンスター X っていうキャプチャーボードを使ってたんですけども、これも 4K の入力に対応してないんで、1080p しか対応してないんですよね。で、これを、これです。GC550 プラスっていうキャプチャーボードに切り替えました。これが一番でかい切り替え、値段的にでかい切り替えになりました。これは簡単に言うと、4K 入力に対応しています。対応してて、入力は対応してるんですけど、出力が 1080p にダウンスケールして配信されると。4K 入力して配信は 1080p で配信されるっていうものなんですね。多分呪文のように聞こえている方もいるかもしれないけど、そういうものです。 4K 出力には対応してないものなんですけども、僕の配信は 720p っていう 1080p より低い解像度で配信してるんで、それでもこれでも十分です。なんか 4K 出力のものもあるらしいですけども、それは自分には必要なかったんで、こちらに買い替えたということです。ではスプリッターを購入したんですけども、このスプリッター、
すごい機能があって、要はこれ自身がダウンスケールしてくれる、 4K 出力を、まあ、こう同時に流してるんですけども、 4K と 1080p に同時出力してくれるっていうスプリッターだなんです。 4K の入力してで片方を 4K 出力で、もう片方を 1080p 出力にしてくれるものなんです。 4K 出力、 4K 出力もできるし、 4K 出力、 1080p 出力にもできる、まあすごいものなんですけども多分配信してる人にしかわからない。これでどうなるかっていうと、要はこれを買わずに済んだっていうことなんです。モンスター X とこれで 4K の配信ができてしまうっていうことなんです。これを買わなくてよかった、あとあと気づいたんで。これが5000円ぐらいで、これが2万6000円なんで、相当の値段損したことになってしまいます。せっかくなんで、ちょっとこれを使ってたんですけども、今回ちょっとモンスター X とこれで 4K の配信、 4K の配信というか 4K 環境の配信ができるかちょっと試してみたいと思います。はい、それでは早速つなげてみたいと思います。はい、まずは電源ありました。で、これはプレステ4からの映像の HDMI ケーブルをインのとこに差し込みます。読みましたで、これがモニターへの接続、モニターへの出力ですの HDMI ケーブル、モニターへの HDMI ケーブルを1に入れます。で、これがモンスター X への出力、モンスター X への出力を2に入れます。これで完了しました、はい、それでは電源を入れます。インで出力がちゃんと光ってますね。で、ちょっとモニターの方を見てみます。はい、モニターの方は映りました。来てますじゃあモンスター X の方に 1080p で来てれば、もうこの機械は使えるということで、ちょっとモンスター X の方を起動してみます。はい、それではモンスター X の方を確認してみます。こっちのモニターで、こっちは 4K で出力できてます。で、サブモニターの方で、モンスター X の入力ができてるかどうか。ここの OBS のキャプチャーデバイス。で、モンスター X。デバイスはモンスター X で有効と。はい、来てます。映像がちゃんと来てるのがわかりますでしょうか。4K で、こっちのモニターでは出力されていて、で、こっちモンスター X は 4K の入力はできないんですけども、こちらのスプリッターを通すことによって、
こっちは 4K 出力、こっちは 1080p 出力になっていて、で、これをモンスター X とつないでいるので、モンスター X の入力がダウンスケールされて 1080p で入力できてます。はいはい。ということで、自分このスプリッターの存在を知らなくて、この高いキャプチャーボードを買ってしまったんですけども、今から 4K の環境を考えている配信者の方がいたら、で、これだけで十分です。今までの 1080p のキャプチャーボードと、これで、このスプリッターで、4K の、自分は 4K の映像を見つつ、配信では 1080p の出力が可能になりました。なります。はい、まあ、とにかくこれは結構すごいものだと僕は思います。配信してる方には結構安い、今までの環境をほぼキャプチャーボードを変えずに 4K の環境で配信できるようになるんで、このスプリッターは本当にすごいものだと思います。ただたまに配信見てる人はわかると思うんで、たまに画面がブラックアウトする、真っ暗になって信号が途切れる時があるんで、まあそれはちょっと欠点ではありますけど、まあ、ほぼならないんでね、本当にこれはいいものだと思います。自分もこの存在を知っていたらこれは買わなかったと思うんで。はい。じゃあ今日はこちらの HDMI スプリッター。型番は EHD603L というものらしいです。の紹介と、まあ、実際にその機能を試してみました。はい。それではご視聴ありがとうございました。